はい、ということで実況のパート10を始めていきたいと思います。マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。ジョッシュなら持ってるはずだ。いない、遅すぎたんだ。静かに。炭鉱の中に連れ込んだのかも。待て、動くな。おい、嘘だろ、何なんだよ。鍵を取ってくる、奴らの寝室からな。そしたらみんなでここを脱出しよう。いいぞ、いいぞ、さあ、ほら行こう。逃げろ。化け物の住処を探すとするか。10解決、夜明けまで1時間。だっていきなりこの心理テストみたいな場面から始まるんですね。ここどこだよ。どこだよ。ここだ、だ、誰、いや誰ってか、まドクターヒルだと思うけどさ。セッション怖えよ、ドクターヒル。私の言うことを聞かなかった。顔怖くない？顔怖えよ。このざまだ。私はもう行くよ、ジョシュ。そのわがままで、実に愚かな思考で、想像しうる恐怖よりもひどいものがこの世にあるということを、いい加減君は学ぶべきだ。あれだけたくさんの人々に愛されて支えられていたのに、君自らみんなを押し合ってしまったんだよ。残っているのは孤独だけさ。だがその孤独もそう長くはないかもしれないがね。孤独もすぐに終わるはずだ。深呼吸だ、ジョッシュ。深呼吸だよ。ドクターヒルという人物自体は、なんだなんだ、来るのか。ハンナに化けた、あ、違う、ウェンディゴハンナが出てくるのかな。ベスハン、あ、違う、ウェンディゴベスが出てくるのかな。あ、違う、幻惑か。幻惑。ジョッシュ炭鉱6時10分。なんかこうやって見てるとジョッシュがすげえ悪者に見えますけど、まあ、実際ジョッシュ君はまあ罪を犯したと思うんですが、あのそこまで責められるような人物かっていうと僕はそうじゃないと思うんですよね。まあ、ジョッシュ君にも動機はあると思うんですよ。あの理解できる、まあ、妹たちの、まあ、敵討ちってのはちょっと言い過ぎなんですけど、まあ、妹たちの無念を晴らすみたいな、そういうなんだ動機っていうのは非常に、まあ、同感できるというか共感できるというか、そういう部分もあると思うんですよね。でもこの仕打ちってのもね、ジョシ君に対するなかなか、まあ、ちょっと不憫な、ね、ところがありますよね。あとさっき あのあらすじあるじゃないですか。これまでのあらすじっていう部分、毎度ありますけどの部分で、もうかなりなんだろう、意図的ななんだろう、あらすじっていうのを感じますよね。というのも、あえて全部のメンバーの今の現状が分かるような、そういうあらすじでしたよね。まずマット君は、死亡しましたね。それはおそらく揺るぎないでしょう。いや、わかんねえ、わかんねえ。ぶっ刺さった状態で生きてる可能性が、あ、いや、ないっすよね。まあ、いや、マット君は死亡にしとこう。とりあえず。
で、ジェスさんは生きてる。逆にジェスさんは生きてますね。でも一人ぼっちですね。はい。で、ジョシュ君はまあこのありさまですね。まあ一応生きてはいますね。はい。ウェニゴの襲われたんとちゃうんかいな感じではありますけど、一応生きてますね。ジョシュ君。うん。で、残る他の、クリス、アシュリー、エミリー、サム、マイクは、まあ普通に生きてて、という感じですよね。まあ、夜明けまで1時間なんで、おそらくまあ今回がね、最終章になるんでしょうかね。まあ、果たして、夜明けを迎えることができるのか、最後まで生き延びることができるのか。うわぁ嘘だろ？嘘。二人きりだったの。誰？怖すファ？うわあ！今はあなたも一緒。家族でしょ。やばい。さすがにやばい。どうして助けてくれなかったの？怖えよこれ。どうして見殺しにした？半端なく怖いんですけど。いや怖すぎる、千歳屋。あのジョシュ君はあのあれですよね、あのうつ病でしたよね確か。妹たちが、失踪してからうつ病に悩まされていて、まあ、それでドクターヒルの、 あの精神科の先生のである、ドクターヒルの、診療を、診察受けてましたよね。だからこの状態もおそらく、まあ、そのなんだろう、あのトラウマというか、まあ、ちょっとね、まあ、副作用といいますか、まあ、そんな状態なんじゃないでしょうかね多分今。やべえよこれ。刀？誰？殺人鬼？疑われてきた。な、 QT あるんかいな。グロいわ。 QT あんのかい。なんだ誰？うわあ！やべえよこれ。これそういうホラーゲームなの？これってそういうホラーゲームなんすか？これってそういうホラーゲームなんですか？何をしてるんだ！ほっといてくれ！なんでこんなこと！どうして助けてくれなかったの？どうして見殺しにしたの？怖っ。怖っ。ないない、バイオハザードバイオハザードやん、これもう完全にバイオハザードやんバイオハザードやん、これファム、炭鉱、6時人だったなんて。ああ、多分作業員だ。療養所で働いてた人かも。ここでは変なことがありすぎて、もう何があっても驚かないな。変なことって勇敢ツートップですね。誰かがウェンディゴを捕まえてた。奴らを縛りつけてたんだ。かなりひどいものを見たよ。嘘。それが謎の男のはずですよね。ヨーヨー城の爆破で話がいたな。最高。さあ目的は何だ。ジョッシュを探せ。あ、そっかそっか、ジョッシュを探して、あのケーブルカーの鍵を取りに来たんでしたね。で、そのケーブルカーで一応脱出することが目的でしたよね。ですね、はい。おー、なんだ？トーテムかな？トーテムだ。てか、サムちゃんは手が血で汚れてるっていう。さあ、何のトーテムだ？幸運のトーテム全然幸運には思えないんですけど。明らかに酸素が火で燃えてたんですけど。そう、マイクもショットガン持ってないんですね。いや、ほんと飛んだ大冒険だな。お、なんだ、なんかあるぞ奥の方に。ん？なんだ、ここから登るってことかな。あ、やっぱ登るのか。
なんで半ズボンなんすかサムちゃんは。しかもなんかスポーツウェアみたいな感じですよね。おなんだ通ってんかな、ま、か違う。これはハンナの血だ。1日目妹が死んだ。落ちた衝撃で死んだみたい。顔から血の毛が引くのを見た。私の足も骨折した。私はここに取り残された。いるのはベスの亡骸だけ。誰かが助けに来るはず。あハンナが姉なんだ。でベスが妹なんや。えマジか。てっきりベスがむしろ姉だと思ってた。あハンナが姉だったんや。へえ。5日目。こんなにお腹が空いたことはない。まるでお腹が中で暴れてるみたい。ベスの上着を借りた。おかげでだいぶ暖かくなった。まだ私を守ってくれてるんだね。あーこれだあれ絶対あれだ絶対これカユウマやん。これバイオハザードでいうカユウマですよ間違いなく。絶対これカユウマパターンやん。まあ見ていきましょう。30日目ごめんベス、もうどうしようもない。このままじゃ死んじゃう。生きるためにはこうするしかないの。もし誰かがこれの日記を見つけたら知ってほしい。私にはこれしかなかったって。許してベス、ごめんなさい。え、てかさ、え、待って、この洞窟で何、ハンナは何30日間も生き延び続けたんですか。待って、どうやって生きたんですか。てか5日目から30日目ってめっちゃ飛んだな。そのなんだ、間の25日間は 何があった。まあいいか。さあ正気の次は何だ。次のページは何だ。共食いかでしょうねきっと。33日目。手が汚く感じる。爪が剥がれ落ちた。体がムズムズしてるけど寒くはない。痛くもない。なんだか強くなった気がする。はい、ウェンディゴですね。これウェンディゴに化けてますね。強くなった気がする。うわあ、これ以上は引き別できない。手がかりを発見。殴りかけされた日記。だから何なんだ、何が言いたい。ハンナがベスを殺した、自分の妹を。分からないよ。こんなところでどうやって生き延びたってんだよ。分からないよマイク。ここに答えがあるはずだろう。マイクね、落ち着いて。てか今バタフライエフェクト更新しなかった。あ、ここが最終ページか。え、なんか今バタフライエフェクト更新出ませんでした。気のせいかな。バタフライエフェクト、あった、重要な発見、これか。サムは炭鉱でハンナの日記を発見した。これ絶対これ炭鉱でさ、ウェンディゴになったハンナ出てきますよね。まあ果たしてそのウェンディゴになったハンナを助けてくれるのかどうかですよね。いや助けてくれるわけがねえよどう考えても。絶対敵となって襲ってくるやん。ですよね。あ、しかも思ったけどハンナってあのマイクのこと好きだったはずだから、なんで未だにもしかしたらウェンディゴになった状態でも ワンチャンマイクのことが未だに好きである可能性が。もしかしたらあるかもしれないですね。いやほんとマイクもね、もう飛んだね、モテ男ですよね。てかさ思ったけど、まあ、前にあのベスの頭を見つけたじゃないですか、手がかりで。手がかりだっけ、まあ、とりあえずあのベスの頭を見つけたじゃないですか、洞窟。これ手がかりで。怖えよこれ。手がかりとして残すんじゃねえよ。しかもなんかこの写真が微妙に揺れてるとかね、また怖いよね。でベスの頭見つけたじゃないですか、見つけたんですよ。で頭だけって冷静に考えおかしくないですか。そのなんだ、頭以外の部分どうしたっていう話ですよね。まあ下半身といいますか、まあ、下半身どころじゃなくてもう上半身からしてないですけどね。
首から下じゃないですけど、首から下どうなったんっていう話ですよね。それがおそらくまあさっきのハンナの、日記に多分答えがねあったんじゃないですか。もしかしてこれやっちゃったんじゃないですかやってしまったんじゃないですか。おー、なんか押してるぞ。トーテム、トーテムポール、あ、ちゃうわ、降りるんかーい降りるんかーい、もう入らなくていいわ、寒いでしょ、寒げたん。こうサブちゃんだけなんでヘッドライトなんかすげえ気になりますよねなんで頭に装着してんの。こっちかな、こっちに行けばいいのかな、こっちっぽいな。おお、なんだ、なになになに、なに、あれ、なに、な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 んか来たー、な、な、なんか、な、え、な、え、な、な、なんだよ、死体が何、動いた、誰の、誰の死体かなーって、暗くて見えない、何も見えへん、誰の、ジョッシュ、だ、だ、誰の、下、下、なんか後ろから来てたよ、さっきハゲハゲハゲ頭のなんか来てた、あ、女子や女子やん、お前って誰だろうな、あ、ドクターヒルかな、頭おかしくなってる女子くんの頭おかしくなっちゃったよ、クレイジー。もう狂気に満ちてますね、ジョシュ君。うおー、まだこの状態なのかよ、やりってるんじゃねえか、やりってるんじゃねえか、おー、元に戻った、豚だけに豚だけに言っちまってただろ、正気に戻らないのかと、ジョシュ、お、バタフライエフェクト更新、いや、何ヶ月も待って、バタフライエフェクト更新、これか、ジョッシュは怪物の正体を聞いた、あ、バタフライセクターあと一つですね、三撃の末に、で三撃の末にって書いてあるから、おそらくこれ最後だろうな、最後っていうか終わった後じゃねこれ、わかんないけど、ベースを掘り起こした、マイク、ほらさっさとここを出よう、ジョッシュ、あなたケーブルカーの鍵持ってる、あ、そうださ、持ってんの、あ、持ってる、持ってるんかい、うん、何隠し持ってんねんさあこれで誰か一人でもロッジにたどり着ければ帰れますね。あそこへ行けば脱出できる。行こう。さあ、なんか来るか。高い。じゃあ手伝って私が戻ってみんなに知らせてくる。え、マジ？マザイ？またクライミングするんですか。気をつけろ。あなたもね。え、嘘だろ？またロッククライミングですか？ジョッシュ炭鉱6時14分。クソったりやろう。え？なになになに？暗くなった。え？な、え？あんなに強く。なんで今暗くなったの？いや、そのさっき。てかなんかコントローラーが今振動したんですけど。間違ってた。まあ、実際ジェスチャーまだ生きてますからね。おお、なんかここに来てね、ジョッシュを操作する場面が出てくるとはな。ジョッシュを操作する場合もほとんどなかったですからね。さあ、パラメーターは誠実寛容、ムードメーカー、勇敢、ロマンチック、好奇心、オフェ、勇敢ゼロやんえ、でも全体的に能力値高いな。能力値って言い方おかしいけど、ジョッシュのもう格好は作業着みたいになってましたよね。ドカタみたいな格好してるぞ。てかさっき後ろから来たやつマジ何？てか絶対ハンナでしょ。ですよね、もうハンナ以外考えられない。いいでしょ、水の中にいたやつ。さあ、感動の再会があるのか。ウェンディゴになったハンナと感動再会か。頼む。何が？
死になんて。なんか相変わらずラリったままですね、女子が。てかそもそも女子が生きてる意味が分かんないですよね、冷静に。ウェンディゴなんでやられてないんだろう。もしかして女子を襲ったウェンディゴってハンナ？だからワンチャンその気がし、ワンチャンその可能性はなくないですかね。ハンナだったからこそ生かしてたみたいな、そうありそうじゃないですか。オチとして、オチというか可能性として。飛び降りる。いや、さっきいましたよね、この水の中に。さあ出てくるのかな。なんかぎこちないな、動き方が。うわ、来そう、マジ出てきそう、マジで。あー、マイク！うわー！現実じゃない、存在しない、ハンナ！ハンナやー、タトゥーしとるかな、タトゥーしとるかな、ハゲとるかな。え、死ぬの？こんな終わり方？マイクは助かったの？バタフライエフェクト更新。バタフライエフェクト更新。ジェス炭鉱6時24分。これジェスちゃん助かる見込みあんの、これ。助かる見込みあんの？てかジェスちゃんが生きてる意味は、理由もわかんないですよね。なんかところどころ謎なところあるな。まあいいか。てかジェスちゃんなんでこんなとこにいんだっけ、そもそも。落っこしたんじゃないの。ジェスちゃんが生きてんのはなんか割と罠かなって思ったんですよね。そのジェスちゃんをなんだろう、餌にして他の人を、他の仲間を集めるみたいな、そういうトラップかなと思ったんですけど、まあどうなんだろう。前回あのアシュリーが多分ジェスちゃんを救う機会があったと思うんですけど、あえてそれを僕見逃したんですよね。どうなるかなと思って、ジェスちゃん一人だったら、まあそれがどうなるのかをね、今から分かるんで、まあ見ていきましょうか、ゲス顔。見ていきましょうか。さあ目的は何だ。もう顔血だらけやん、ジェスちゃん。炭鉱の出口を探せ。みんな炭鉱にいるのね、とりあえず。なんか動きがぎこちない、動きってかなんだ、体勢がぎこちない。いや、これジェスちゃんが助かったらなんかそれはそれなんか大爆笑じゃないですか。あの状態助かんのかよみたいな。お、来た、トーテム。これ絶対死のトーテムだろ。誰？マイクじゃねえ今。マイクじゃないですかね今。燃やされて死んだ。え、燃やされてっていうか、まあ燃えて死にましたね。さあジェスちゃんは助かるのでしょうか。てかジェスちゃんが一言も発してないっていうね、キャラクターが映ってから。何もコメントしないっていう、助けてやつは言わないっていうね。てか BGM 不気味だな、この場所、炭鉱の。絶対ミニグレークでしょ。てかハンナちゃんのあの左腕右腕だったかなにタトゥーがあったの僕ずっと気になってたんですけど、あれはウェンディゴに化けたハンナちゃんが、そのハンナちゃんであると。お、来るか、なんだ、逃げる、隠れる。じゃあ一緒に逃げようか。あ、来た来た来た、ウェンディゴ来た。あ、終わった終わった終わったー、キュポってなったー。
バタフライエフェクト更新はやっ、結局どうしようもなかったですね。はやっ待って待って、バタフライエフェクト更新、取り残されたものあるな、これ今のか、あれこれ前回こんなんあったっけ、待って今のどれだろう、マイクはなんとかジェスを追うことができた。ジェスはまだ生きてきた。ん？どれだ？わからん、まあいっか。ハンナちゃんにタトゥーがしてあったのは、そのウェンディゴになったハンナちゃんをハンナちゃんであると識別するためにタトゥーがあったんですねその、ま、なある意味アイデンティティ的な役割があったのか。さあ QT 来るか、来たー。サムちゃんもロッククライミングしばっかやんスポーティー少女やな、トラバースしろ。いや QT 速いよこれマジで、ここに来てすげえ速度速いんだけど、ほんまにピピピッと音がもうねすげえ速いもんマジで。お、来た来た、さあさあさあロッジまでたどり着けるのか。いや女の子こんな夜道一人にすんなよ感ありますけどねうわー、ウェンディゴっぽい声すんぞ、おい。なんか化け物っぽい声がしたら、なんか基本ウェンディゴがいるような気がする。これ選択ミスったらもう死ぬんじゃねこれ。ジェスミちゃんにさっき。さっきジェスちゃんも多分即死しましたもんね。何にもしようがなかった、マジ。隠れる、逃げるって選択肢で、逃げるってやったら死んだから、次隠れってやった方がいいのかな。冷静に考えてウェンディゴって動くものを追う習性があるから、まあ、逃げて動くよりも隠れて止まってやり過ごした方がいい可能性ありますね。うん、そんな気がするわ。だ次同じ場面に遭遇したら隠れてラボ止まろう、基本止まってればなんとかなる気がする。難を逃れることができるのかな。尋常じゃなく怖いよこれ。またまた水の中行くの。寒そう。泳ぐんかい、しかも泳ぐんかいな。おーい、なんだなんだ、来るのか、こんなとこにも来るのか待って、夜明けまで 1時間って書いてあったけどさ、全然その気配全然ねえぞこれしかも足もなんか血で
血が出てるからさ、絶対しみるでしょ。尋常じゃなくタフだな。メンタルも鉄だしな。アイアンメンタルっすよね。QT かな。あ、違う、大丈夫だった。お、ついたかな。ついたっぽいですね。おっと、来るか。マジ来る。大丈夫か、逃げ切るか。空いてるか。空いてない。てかさ、クリスとアシュリーとさ、エミリーはロッティついてんのかな。おお、え、あれマイク、大変ひどい傷。ここにいたらもっとひどい目に遭う。急ごう。あれマイク、なんでマイクここにいるんだろう。いつの間にマイクが帰れてたんですね。え、てかクリスとアシュリーって意味で止まったんや。え、マイクはどうやってあの場面を脱出したんだろう。マイク、ジョシュはウェンディゴになったハンナがいたのに。信じられない、ひどい死に方。いや、ジョシュもね、なかなかかわいそうですね、ほんと。あれ電気つくやん。電気つくやん、館の電気つくやん。まだ誰かいるかも。館の電気つくやん、客中に館。最初からつけるやじゃん。でクリスとエミリーとアシュリーはあのまま帰れたんですかね。前回だっけ。ん、前々回か、まあ、前回かな。館の中にもウェンディゴいたりして。生き延びる確率はどのぐらい。考えないようにしてる。早く逃げて。おお、逃げる。うわあ、勇敢すぎー。冷静すぎ、冷静すぎ、サムちゃん。うわ、まあ、侵入してきたんやな、中にも。とうとう。うわストップ。コントローラー置く。コントローラー置いても準備しておく。俺はもうコントローラー置いたかんな。俺触ってないかんな。絶対触ってへんよ僕。いや、吐息で動くとかそういうのなしよ。吐息で動くのはマジなしの方向でお願いします。なんだよこの赤外線視点は。うわ、もう完全に侵入しとるやんけこいつら。いや、 QT 来そうで怖えな。何は喧嘩してんだお前ら。喧嘩してんじゃねえよ。なん、じゃれ合い、じゃれ合い一個しているのかな。いいこと思いついた。走れとか言うのかな、走れとか言うのかな、走れとか言うのかな。おお、アイコンタクトでなんとなく察した。
だからお前ら何相撲してんだよ。うわー、グロいわ。ゾンビであってもグロいわ。動いてないよ、動いてないよ、動いてないよ。こっち来んなー。よし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 。てかマイクめっちゃ動いとるやん。マイクめっちゃ動いとるやん。え、何してんのクリス。マイクを救え、スイッチに向かう。マジョリティ選ぶかマイノリティ選ぶか。いや、ここだったらもうマイクを救えでしょ。マイクを救えに決まってんだろ。スイッチオン、スイッチオン、スイッチオン。あ、エミリーが怖えー、動いてないよ。コントローラー置いてますもん、僕。コントローラー置いてるもん、コントローラー置いてるもん。動いてへんもん。おー、助かった。めっちゃ怒っとるやん、こいつ。隠れる、スイッチ向かう。いや、これだったらもう、マジョリティを信じる、僕は。他のプレイヤーの皆さんを信じます。他のプレイヤーの皆さんを信じます。めっちゃ逃げてる、てめえら。手前ら。俺を見捨てるつもりか。手前ら。なんだこれ、ザブングリみたいな顔しやがってよ。ザブングリかんの。お、またなんか来た。喧嘩好きやな、さっきから。で、めっちゃ隠れとるやん、さっきから。おお、また。お、めっちゃ引き寄せてるね、サムちゃんが。うー、まだかい、まだあるんかーい。顔きもー、顔きめー。目がなんかもう見えてないですね、やっぱり。助かった、走った。おお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 おかっこいい。おおバタフライテクト更新。おお、あ、これが幸運のトーテムのね、再現か。夜明け、夜明け来た。どんな、何か見えるわ。どんな結末。5名。マイク、クリス、サム、アシュリー、エミリーで5名か。え、ジョシュ死んだんか。やっぱかわいそう、ジョシュ。え、ジョシュが生きるルートってあんのかな。いや、そのシーンやるんかいな。これハンナ生きてたんか、今のシーンで。マット死亡時刻2時45分。ハハハ、2時45分。ジェス死亡時刻6時半。あー、惜しかったね、ジェスちゃん。じゃあジェスちゃん生きる可能性あったんすか。ある男の人が、なんて言えばいいかわからないけど。あ、エンディングかこれ。何、事情聴取。事情聴取されてますね。友達が彼を殺した可能性は。あ、ウェンディングのこと信じくれてないんだ。いや、あなたは何も分かってないな。そうじゃなくて、彼に襲われたら、彼は僕を助けて、僕の目の前。あ、謎の男の話なんですね。声がしたの、ジェスのね。あそこに何でいたかは分からない。でも絶対に聞いたの。私に銃を突きつけたの。私の顔の目の前に。撃つ気だった。危うく撃たれるところだったわ。付き合ってたし、彼のことは知ってるって思ってたのに、あんな最低な男だったなんて。正気を失ってた。俺たちをいたぶって。だからジェスを。いや、マイクマジいけるんだったな、それにしても。襲ったのはあいつだと思ったんだ。
微妙にバイオハザードのクリスに似てないですか。でサムもサムちゃんもなんか微妙にジルに似てる気がする。誰かに相談したいのなら大丈夫。ショックを受けるとたまに精神的な大丈夫だって。いやサムちゃんやっぱ美人やな。私彼を刺して逃げようとしたんだけど知らなかったの。本当に知らなかった。知らなかった。誰を刺したの。ジョッシュ。殺人鬼を刺したのよ。ジョッシュだって知らなくて。でも彼が殺人鬼だったなんて見抜けるはずないよね。ノコギリも銃も。まあ殺人鬼言うても一応誰も殺してないけどな。ジョッシュ。いやまだ。彼死んだのね。そうでしょ。どうしてない。ああ いえ違うの。いえただ、あ私って本当ひどい女。彼を助けることができたのに、できたはずだったのに。これ全員生存ルートってあるんですかね。全員死亡ルートもあるのかな。信じてくれなくたって別にどうでもいいの。どうせ信じる。あの炭鉱に入ればね。炭鉱には何があるんだ。私はあそこで見たの。忘れられるなら何でもする。なんだ、まあ、とりあえず一周目が、なんとかクリアできたみたいですけど、まあ一応まあマルチエンディング、まあ、マルチエンディングっていうのかなこれ、うん、でルート分岐がとりあえずいっぱいあるんで、まあ、とりあえず、まあ、全部のルート回収するつもりはないですけど、とりあえず全員死亡ルートとあと全員生存ルートは一応、やっておこうかなと思いますね。で全員死亡ルートで、締めくくるのはさすがに後味悪いんで、で最終的には全員生存ルートで、まあ、ハッピーエンドと言いますかで終わりにしたいと思うんで、次はとりあえず全員死亡ルートをね先に見ておこうかなと思いますね。うん、でその後に最後に、全員生存ルートをやって、この、アンティドーン惨劇の三層実況は終わりにしようかなと思いますね。まあ誰がどの場面で死んだかによって多分ルート分岐も多分いろいろ変わると思うんですよね。うん、まあ本当バタフライエフェクトとはよく言ったもんだという感じで、本当よく作られたゲームで、まあ本当正直僕このゲーム実況しようと思ったのはまあ正直適当に選んだゲームだったんで、最初正直そんな期待してなかったんですよ僕。と実際やってみるとこれめちゃくちゃ面白い。マジで驚いた本当。いやこれ本当完全にいい意味で期待裏切りましたよこれ。最初当初の予想よりもなんだ5倍から10倍ぐらい面白い気がする個人的に。こうネタバレ抜きで何の前触れの情報もなくやるとマジ面白いですねこれ。やばいですねこれ。うん、なんか本当もうホラー映画って感じですよね。これ下手なホラー映画よりも何十倍も怖いし、まあ、自分がやっぱプレイするんでね、それによって生き死にかかってるんで直接もう自分のまあ選択とか、まあ、もしくは、まあ、腕というかね腕前というかによって、まあ、その後の展開が大きく左右されるんで、まあ、非常に本当にコントローラーを持つ手に汗が握ると言いますか、うん、一応このゲーム難易度選択ないっぽいんで、結構、まあまあ、全部基本的にアクションは、まあ、QT ですね。まあ、クイックタイムイベントっていうあれですね、コマンドで出てくるやつですよね。でも結構鬼畜なとこあるんですよ。例えば的が出てくる QT あるんですよね。で的の照準があってからじゃないと撃てないとかそういう、QT もあるんですけど、それねかなり難しいですよ。でしかもその場面って的が他にもいっぱい出てくるんで、正しいやつを選択しないといけないんで、もしかそれは結構一番難しいかな正直。で純粋にコマンドの QT は
もうやっぱり集中しないと、見せる可能性もあるし、だから本当ね、緊張感半端ないこのゲーム、マジで。あと動くなってコマンドもありましたよね。あれ、手に、コントローラー手に持ってると、あの緊張して震えちゃうんですよ、やっぱり。だから、動くなって出てきたら基本的に床に放置。床に放置安定な気がしますね。いやー、まあ、なんだ、FPS じゃないから、まあそこまで、ゲームテクニックもそこまで必要ではないと思うんですけど、まあ、QT だけ一緒なんとかなるんでね、全部だからアクションが苦手な人でも一応できるっちゃできるとは思いますね、このゲーム。いや、もうほんとすげえ面白かったこのゲーム。いや、もうめちゃくちゃ面白いこれ。いや、ホラーゲームにしても相当面白い部類だと僕は思いますね、個人的には。それ今までやった、ホラーゲームの中では、うん、まあ、サスペンスあり、まあ、グロ要素ありますよね。うん。あり、まあ、ミステリー、まあ、推理、謎解きありますよね。があり、まあ、SF、ちょっと SF チックですよね。SF ってサイエンティフィックフィクションだっけ？まあ、空想科学だっけ？略って。の要素もあり、まあ、ゾンビ要素ありますよね。あのベンディゴっていうめっちゃ気持ち悪い要素あり、いや、もうなんだろう、もういろんなホラーのジャンルがなんか融合したような、そんなゲームでしたね。まあ、その分本当クリアした、なんだ、安堵感というか感動というか、まあ本当ひとしおなものがありますね。うん、いや怖かったマジで。超怖え、このゲーム。ほんと、マジ怖え。いや、初見だとマジ怖え、これ。超怖えわ。いや、ほんと怖かったっすね。で、初見でこのゲームやったら、ほんと最高に怖いし、もう最高に面白いですよ。うん、このゲーム。最高、素晴らしい。いや、ほんと、もう素晴らしいゲームをありがとうっていうね、感じなんですけど、はい。まあ、この動画を、この僕の、プレイしてる実況動画を見られてる方は、もうこれ見てる時点でもうすでに初見では、仮に自分でプレイする機会があったらもう初見ではなくなってるんですけど、まあ、それでもね、なお面白いと思います。僕は買う価値はもう十二分にあると思いますね。うん、まあ、ホラー映画を自分でやってるようなもんっていうのが多分一番、分かりやすいような、言い方なのかな。まあ、ホラー映画に出てくる登場人物を自分の手で動かすっていうのがね、一番本当に、このゲームは何なのかっていうのを言い表すので適切な表現だと思いますね。うん。お、なんだなんだ。なんか食ってる！ジョッシュ？え、ジョッシュがウェンディゴになったこれ。ジョッシュがウェンディゴになってるー！ジョッシュやん、これ明らかに。ジョッシュの逆襲。女子の些細な逆襲。笑った。生存者を確認した。生存者じゃねえよ。あれは？バタフライフィット更新。あ、惨劇の末にっていうバタフライフィットは、あ、そういうねとこだったんだ。これか。反撃の末に、サムは生き延びた、マイクは生き延びた、アシェリーは生き延びた、エミリーは生き延びた、クリスは生き延びた。このバタフエフェクトってのも必ずしも1回限りじゃないんだろうな、多分。あ、これか。ジョッシュは生き延びたが、怪物に変貌していた。いや、それ生き延びたって言えるんかい。生き延びたって言いねえよ。あ、これバタフライフィットって2つで対になってると思ったけど、実はもっといっぱいあるんや。
あ、こんな複雑なんやこれ。すげえな、すげえなこれ、すげえなこれ。これ今の謎のとこですよね、多分。じいさん、しばらくして採掘者どもがやってきてこの山を掘り始めた。だが落盤事故が起き、呪いが再び彼らを狂気へと駆り立てていった。ここで何年ものが来ている。俺の手が及ばないところでな。あ、謎のとこって書いてあるわ。だが森には他にも人がいた。これ過去の出来事ってやつもおそらくこれ、多分これトーテムを集めたら、増えてくんですかね。んな気がするわ。いやもうトーテムね、まだ半分ぐらいしか集めてないんで、まあ、まだまだ、まだまだやることはいっぱいあるのかなというね、そういう感じですね。はい。まあ、とりあえず、今回はこの一応1周目をクリアしたという余韻に浸りたいんで、とりあえず今回は、ここまでにしようかなと思います。とりあえず今後は、全員死亡ルート、全員死亡エンドと、それから最後に全員生存ルート、全員生存エンドをして、この実況は終わりにしようかなと思いますね。ということで、次から2周目をやっていこうかなと思います。とりあえず今まで、見てくださった方はありがとうございました。今後も引き続き見てくださると嬉しく思います。それでご視聴ありがとうございました。